あ、おとっちさんからやったー。お前が、お前が、お前が、アラブの石油王、ミドゼ、アメリカイツ、ソフトバンク、ソフト、やったー、ケーキ来た。高いよ、やったー。あれ、スケーピーバーです。配信してないから仕方ない。いや、実際ね、配信したところでぶっちゃけ飛ばないと思う。うん、もう投げる人いるかいないかで、もう投げる人がほんと減っちゃったんで。アレンちゃん KP どうも。そうで、投げる人ってもう、なんだ、もう限られてるから、これどこの枠でもそうだと思うんですけど。で、結局長時間やればやるほど、その投げる人の限界って絶対あるから、絶対なんかね、時給ってのは基本的に配信すればするほど減っていくと思うんですよ。うん、もう特定の投げる人の、多分、その人たちが投げるか投げないから、ね、投げない人は絶対投げないから。うん、あ、KP レンチャーです。投げない人は 100% 投げないからね。うん、例えばこのタヌキ戦後、配信してないから仕方ないって言ってるけど、じゃああなた俺がね、1ヶ月フルで配信しても、花火一発投げる？投げないだろ。うん、いやー、絶対ないないない。伸びるって言うけど、ないね。あの、これ稼ぎに関しては、もう本当に投げる人いるかいないかだから。だから俺よりもめちゃめちゃかそってる人とかでも、ドカって稼いる人いるじゃん、何倍も。そう、だから結局投げる人がついてるかついてないかなんだよ。うん。で、閲覧なんかどんだけ来たってもう結局稼げないんだよ。うん。いや、投げる人がその中に入ってないと。閲覧なんかあったって結局投げる人がその中に入ってないと無理なの。別になんか短期的にじゃあドカって閲覧任したところで、まあ、その中に投げる人がいる可能性がもう結構低いんで、投げる人自体がそもそも低いから、全体の割合で言ったら。うん。しかも、ふわっちゃんでも限られたあれだからね。うん。リスナーの数が限られてるし、そう。だから毎回毎回ね、あ、この人にしか投げないっていう、なんか固定の、なんか、なんていうのも、あ、このリスナーは投げ、このリスナーは投げる人です。で、この投げるリスナーはこの人にしか投げませんみたいな、そういうのがもう決まっちゃってるから、だからもう、なんていうの、うん。だから毎回稼ぐ人って一緒なんだよ、大体。同じ人に投げる人で、すごい投げれる人がもう決まっちゃってるから、で、閲覧を沸かしたところで、その人たちって、じゃあ、他の投げる人とかがこっちに来るかもしんないけど、でも別に俺には投げないんだよ。うん。なんでかっていうと、もうその、この人に投げようってお気に入りみたいなのが多分いるから。あ、おとっちさんからまだ見やった。お前が、お前が、お前が、アラブの石油を満たすビルゲイツ、ソフトバンク、サマス、やったー。ありがとうございます。ありがとうございます。やったぜ。ありがとうございます。いや、実際そうだよ、本当に。うん、じゃあもう投げる人じゃなく、逆に無課金のリスナーに課金させようと思っても、無課金のやつってもう絶対課金しない、うん、っていうやつがいるから、無課金から課金させるまで行くのって多分相当だよ。あ、か KP レンチャーです。だからあれだよ、ソーシャルゲームでソーシャルゲームやるけど絶対課金しませんよって人いるじゃない。その人とか課金させるのって相当だと思わない？それと一緒なんだよね。うん。一回課金すると、あの、最初よりかは課金してもいいかなって気持ちに多分なるとは思うんだけど、一番最初に絶対無料で見れるもんに課金しないって言ったら、そのでっかい壁があるから、そこの壁をぶち破ればもしかしたら課金する人になるかもしれないけど、それでも多額の金額を課金するまでにはなかなかならないと思う。そもそも多額の金額を課金できる人が限られるし、そもそも。うん。だからね、もうそう、絶対課金しない人は絶対課金しないから。そう。だから結局、ふわっちでどんだけ閲覧とか稼ごうが、もうこの、ふわっちっていう限られたもうリスナーがほんと少ない中の、マーケットが小さいんですよね。うん。で、無課金リスナーをどんだけ呼んだってお金になんないし、うん。じゃあ他にね、投げてる人を、まあ要するに投げれる人はもう多分、相当な、多分なんか俺が配信とかしないと、まあ相当な配信っていうか、基本的に自分が気に入られるとダメだと思う。なんか配信よりも。うん。
だってフワッチの人たちなんて別に何もしないでもなんか投げられたりするって、あれって結局その人自体に多分もう気に入って投げてるから、でプレゼントビジネスだから、プレゼントしてお金をプレゼントしてなんかこう楽しんでるって感じだから、まあ、人の心理考えるとそうだよね。でも今さらフワッチでやっても多分結構厳しいと思う。新規でだってさ、ふわっちに来るリスナーなんて多分少ないからね、絶対。その中に投げる人がどんだけいるかって考えたら、投げる人って全体で見たら超ごく一握りだからね。よいしょ。いや、絶対そうだよ。だから、今稼げてる人は、多分これからも今投げてる人が、いなくならない限りは稼げると思うよ。でも、いなくなったら多分もう多分詰むと思うけどね。新規で多分投げる人なんてそうそう来ないからね。生き残りゲームに負けないね。まあ、最終的にフワッチの人はみんな死ぬと思うけど。フワッチの一番、有効な配信方法ってのは、稼げるだけ稼いで、そのお金でなんか多分することだろうね。まあ、別にそのお金とお金を呼ぶじゃん。フワッチで稼いで、その金で、まあ、YouTube やるとかでもいいし、まあ、別にその配信じゃなくてもさ、なんか事業やって、まあでもそこの事業で成功しなきゃいけないけど、一生は絶対無理だと思うから、稼いだ金で何かしないとだよね。で、そこで成功しないと、多分本当の意味で生き残れないと思う。もうホストで働こうかな、ホストで。ホストで働いたらみんな来てくれます。もうふわっちで稼げないから、ホストで働こうかな、俺。働いたらリスナー来てくれるかい。僕にお金を貢ぎに来てくれます、俺がホストで働いたら。もうすぐでも36になるんだけどね。今35だけど。もうすぐで36なんだけど。36でホストってやばいだろ。多分あれですよ。普通に20代のやつとかがもうみんな先輩になるっていう。